ルック・サンドラ・ドラゴミルは、ルーマニア・ピテシティ出身の女子プロテニス選手。1990年代に、ルーマニアのテニス界をリードした選手で、キャリアを通じて、全仏オープンを最も得意にした。自己最高ランキングは、シングルス15位、ダブルス21位、WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス5勝を挙げた。 身長168センチメートル、体重57キログラム、右利き。2001年にフロレント・イリーと結婚した後は、夫の姓を併用して、ルックサンドラ・ドラゴミル・イリーと名乗った。8歳からテニスを始め、1990年にプロ入り。ジュニア時代、1990年の全仏オープン女子、ジュニアダブルス部門で、同じルーマニアのイリナス・ピールリアとペアを組んで、 優勝したことがある。1991年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのルーマニア代表選手になる。1993年の全仏オープンで4大大会にデビューし、いきなりアランチャ・サンチェス・ビカリオとの4回戦まで進出した。それ以来、ドラゴミルは全仏オープンで1995年まで3年連続の4回戦進出を果たした。 ドラゴミルは1996年5月にハンガリーのブダペストオープンでツアー初優勝を飾り、この年に年間参照を記録した。同年のアトランタ五輪にもルーマニア代表選手に選ばれたが、シングルスダブルスとも1回戦敗退に終わる。1997年にドラゴミルは最も好調なシーズンを送り、全豪オープンで初めての4回戦進出を決め、 全仏オープンでベスト8に勝ち上がった。ドラゴミルは準々決勝で、第9シードのイバマよりに3から6、7から5、2から6で敗れたが、これが彼女の4大大会自己最高成績である。全仏オープン8強入りの直後、オランダロスマレン大会で優勝し、同年8月25日付で、世界ランキングの自己最高位、十五位をマークした。百九十八年は、 年頭の全豪オープンで2年連続の4回戦に進出するが、第2シードのリンゼー・ダベンポートに0から6、0から6で完敗してしまった。1997年には、同じルーマニアのライバル選手であったイリナ・スピールリアが、世界ランキング7位まで躍進している。2歳年下のスピールリアのような世界トップ10、選手にはなれなかったが、ドラゴミルは、 スピールリアと並んで1990年代後半のルーマニアテニス界を代表する選手になった。その後のドラゴミルは1997年6月のロスマレン大会を最後に女子ツアー大会のシングルス優勝から遠ざかったが、1999年2000年と2年連続で全仏オープン4回戦進出があり、2年連続でマルチナ・ヒンギスに敗退している。 2000年のシドニー五輪で二度目のオリンピックにも出場した。2001年にフロレント・イリーと結婚し、その後は夫の姓を併用して、ルック・サンドラ・ドラゴミル・イリーと名乗った。ドラゴミル・イリーは2005年まで現役を続行したが、最後の年は全豪オープンの女子ダブルスで、モーリンドーン・ドレイクとペアを組み、朝声・シノブカタリナ・スレボトニック組との2回戦に進んでいる。 全仏オープン女子ダブルス1回戦で、ドラゴミルとデニサ・クラドコバは、中国ペアのテイ・キヨシオソ・ムラサキ組に1から6、2から6で敗れた。ルック・サンドラ・ドラゴミル・イリーはこの試合を最後に、32歳で、現役を引退した。フェードカップのルーマニア代表選手としては、チーム歴代1位となる、30勝17敗の記録を、残した。ドラゴミル・イリーは、 現役引退後の2006年から2009年まで、フェドカップのルーマニア代表監督を務めた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。